こんにちは。ブロックチェーンエキスポが始まっております。27、28、29の3日間だったと思うんですけどね、そのブロックチェーンエキスポで、まあ我が体の関係のショップが出てるんですよね。ショップって言っても販売店というよりもなんかそのトークブースといいますかね、そこに係の人がいらっしゃって、でいろいろトークをしてくださるってことなんですけども、これがなかなかの盛り上がりを見せてるみたいですね。写真を送っていただいたのもあるんですけども、私もね、この体のブース応援するものとしてワクワクしております。どんなエピソードがあったのか、もしね関わった方がいたらまたご連絡いただきたいと思います。で今日はね、郵便が届きました。ブロックチェーンエキスポに多少ですけども寄付をさせていただいた中で特典がねいただけてるんですよ。こうやってバーッと開けますよ。はい、まずはこうやって体の T シャツですね。これから着ようかなと思いますけどね。で、あ、鎧ウォレットの、これタオルですか?タオルをいただいております。まだありますよ。これ扇子ですね。扇子は、ちょっと開けてみましょうか。もうこれからね、寒い季節になりますんで、扇子がやっぱり欠かせないですよね。よいしょ、こういうふうに。ん?ん?どうやった?こうか。はい。これね、体のマークが入ってますよね。この扇子はどうやってね、寒い時に使うかっていうと、うどんを食べるんですよ。うどんこうやって。とっくりですね、こうやって。あちち、あちち、みたいな感じでね。やってみてください。で、お袋さんが入ってます。ビニールの袋ね。プールに行くときとかに使えそうですね。はい。で、あ、カルダノは実体のないコインですけども、こういうふうなね、物理コイン、ギャグで作ってくれたやつですね、これね。でもなかなかありがたいというやつです。これをいただきました。で、体のマスクに、これですね。ありがたいのクリアファイルももらいました。逆か、中身だな。こっちです。パンフレットですね。はい。まあ、パンフレットはね、別の動画で、ちょっとね、いろいろと喋りながら、皆さんにお見せしていこうかと思いますんで、お楽しみに。まあ、映画のパンフレットみたいでございますね、これはね。うん。こんな感じ。はい。いいですね。送っていただきましてありがとうございました。マスクね、もう感染者が激減りしてほとんどなんか収束と言ってもいいんじゃないかという状態ですけども、収束宣言出ておりません。いつまでコロナ禍が続くんでしょうか。まあでもその中でもね、体のこういうのやっていただいてありがとうございます。じゃあいってらっしゃい。